特定市とは大韓民国の道の権限が相当部分異常された市を指す後。ただしこれは非公式な名称であり、巡航域市と呼ばれる場合もある。2022年からは特例市と呼ばれる新しい大都市制度が導入される予定である。大韓民国の地方自治法第175条に基づくと人口50万人以上の市、または人口30万人以上。 面積が1000平方キロメートル以上の市は法的な特例の適用を受けることができる。広域自治団体である道からの分離はしないが、道の権限が相当部分移譲されることと一般区の設置が可能である。特定市は委任事務の場合、道ではない担当中央省庁の監督を受けて、財政と関わって、道と対等な位置を持って、市長が独自の人事権などを持つ。 特定市の権限は、法改正当時に、日本の政令指定都市制度を参考としている。ただし、政令指定都市の都市規模は、大韓民国の都市制度と否定した場合、広域市と特定市の都市規模を包括したものと言える。2020年の改正地方自治法により、人口100万人以上の都市に対してはさらに大きな、行政、財政の自治権限を与えるようになり、 2022年1月に、水原市、茅谷市、龍人市市、正源市の4市を特例市に昇格させる予定である。大韓民国の人口50万人以上の市は、全国大都市市長協議会に加入することができる。中央政府に政策を提案したり、特定市が相互に協力する事項を論議するため、毎年定期的に開かれている。これは、 日本の指定都市市長会に似たものである。一部の特定市は、広域市の昇格要件である人口を100万人以上を満たしているが、政治的、地方行政的、地域的な問題が考慮され、昇格していない。特定市一般区が設置されている市一般区が設置されていない人口50万人以上の市、ありがとうございます。